聞いてくださってありがとうございます。私たち自衛隊音楽隊は国民の皆様と自衛隊との架け橋として日々活動しております。これからもぜいぜいめちゃめちゃぜいぜい聞こえます。これからも皆様と共にある自衛隊を目指しておりますので、今後の演奏会にも足を運んでいただけると大変嬉しいです。またこの春から中央音楽隊の SNS も立ち上がりました。 YouTube をはじめ Facebook、Instagram、Twitter などぜひ皆さんチェックしてみてください。はい、それでは最後はこの曲、エルクンバンチェロで盛り上がってまいりましょう。暑い夏を皆さんで乗り切りますよ。本日は最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました。 Muchas gracias, te amo mucho。 それではどうぞ。Thank you.
皆さんありがとうございます。陸上自衛隊中音楽隊、この木曜日の新宿三井ビル前、ランチタイムコンサートに、お越しください、また足を止めてくださいまして誠にありがとうございました。今日は本当に司会も言いましたが、少しだけ、暑さが本当に真夏というよりはなんかこう心地よい暑さとの中で演奏させていただいて本当に幸せなひとときでした。少しだけこの場で中音楽隊の紹介をさせていただけたらなと思って今日はマイクを握りました。我々陸上自衛隊中音楽隊は、日本の国にですね、公式に訪問される賓客の皆様、いわゆる国賓、公賓などの、歓迎演奏を担当する、陸海空自衛隊唯一の音楽隊でございます。首相官邸であるとか皇居、また一概の防衛省などで、年間100回近い回数のですね、そういう賓客をもてなしする演奏を担当している音楽隊です。そしてまた近年では、こうした国内での、日本の皆様に聴いていただく演奏のほか、海外に行ってですね、各国の軍楽祭であるとか、また今まさにこの時期にもですね、この今の瞬間にも我々の同志が、ここから日本から南に約5000キロ行ったパプアニューギニアという国で、パプアニューギニア国防軍の軍楽隊の、を立ち上げてですね、育成支援するという事業を8年間やってきております。今我々の仲間6名がパプアニューギニアの首都ポートモレスビーで、暑い中頑張っています。そうした活動、日本そして陸上自衛隊を代表する音楽隊として、我々100名を超える隊員を抱える中音楽隊ですが、その音楽の活動に誇りを持って従事しておりますので、またこれを機会に中音楽隊にも興味を持っていただき、またご声援いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。それでは今日は雨も降らずに、終えましたけれども、アンコールに1曲、お送りして終わりたいと思います。ありがとうございます。皆さん私もそうですが、なかなか しんどいこと、つらいこと、また逆境には、非常にこう人間は苦しいもので、この、まあ、今たくさんいろんなところで豪雨災害とかもこの気候変動の中ございますけれども、そういった、いろんな困難、そして、そういう後には、決してそれを乗り越えた後に絶対にこう、幸せな瞬間、そして空には雨の後には虹がかかる、そういった、歌詞の意味を込めて歌われた曲、虹、その名も虹という曲を、つぐみ山荘の歌とともにお送りして、また明日の活力にしていただければと思いまして、お届けさせていただきます。本日は暑い中最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。